ゴールデンオーラのポイント。左奥のものは蒸着の温度が低かったため、色が少し違う。ゴールデンオーラのブレスレットゴールデンオーラは、人工的に作られた宝石の一種。水晶に金を蒸着して作られる。真空内に置いて、水晶を熱した後で高温に熱し、イオン化した金の蒸気を添加する。金原子が水晶の表面に蒸着し、独特の金属光沢を水晶に与える。 アクアオーラよりも低温で静着させることにより作られるとされる。色合いは透明感のある黄金色である。表面に現れる反射光は金銀色を呈しコーティングクリスタル独特の光沢を有す。ゴールデンオーラもまた他のオーラクリスタル同様と同じく宝石の中でも指して効果ではなく入手も容易であることから人気がある。ブレスレットなどの 小さな送信具に用いるため、球場もしくはビーズ状に研磨されたものに加工を施しているものが多い。ポイントとして用いるため、水晶全体をそのまま用いることもある。また、クラスターのものもたまに見られる。ゴールデンオーラもまた、パワーストーンとして用いられる。ありがとうございます。